フランク・ミアはアメリカ合衆国の男性総合格闘家、ネバダ州ラスベガス出身、ラスベガスコンバットクラブ所属、第10代 UFC 世界ヘビー級王者、スパーリングを行うミア両親が憲法の道場を経営しており、幼い頃から憲法を学ぶ、ボナンザ高校時代はレスリング部に所属、3年時にはネバダ州王者となった。また、 ミアはアメリカンフットボールのフルバックやディフェンシブエンドとして活躍。陸上競技の円盤投げでは54.20メートルを投げ、この記録は今でもサンセット地区のレコード記録である。ヒカルド・ペレスの下でブラジリアン柔術を学んだミアは道場で知り合ったジョー・シルバに総合格闘技転向を進められた。2001年7月14日。 フックンシュートでプロ総合格闘技デビュー。2001年11月2日、UFC 初参戦となった UFC34 でホベルトトラベンと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。UFC 世界王座獲得2004年6月19日、UFC48 の UFC 世界ヘビー級王座決定戦でティムシルビアと対戦。腕ひしぎ十字固めで、 シルビアの右腕を骨折させ一本価値を収め、王座獲得に成功した。UFC 世界王座白奪2004年9月17日、バイク事故に相大耐骨を2箇所骨折し、膝の人体帯を断裂、長期離脱を余儀なくされる。この間に、アンドレイ・アルロフスキーが暫定王者となる。王座防衛戦を行えなかったミアは2005年8月12日付で、 王座を剥奪され、アルルフスキーが正規王座に認定された。2006年11月18日、UFC65 でブランドンベラと対戦し、序盤から一方的に打撃を受け TKO 負け。2007年8月25日、UFC74 でアントニー・ハードンクと対戦し、チキンウィング・アームロックで一本勝ち。2008年2月2日、 UFC81 でブロックレスナーと対戦。序盤にテイクダウンされパウンドを受けレッセーとなるも、下から足を捉え膝十字固めで一本勝ち。サブミッションオブザナイトを受賞した。UFC 世界王座獲得2008年12月27日、UFC92 の UFC 世界ヘビー級暫定タイトルマッチで、暫定王者、アントニオ・ホドリゴのゲーラに挑戦。左フックで、 ノゲーラを倒したところに、パウンドで TKO 価値を収め暫定王座獲得に成功した。UFC 世界王座陥落2009年7月11日、UFC100 の世界ヘビー級王座統一戦で、ブロックレスナーと再戦し、2ラウンド TKO 負けを喫し王座統一に失敗するとともに暫定王座を失った。2009年12月12日、 UFC107 でシーイクコンゴと対戦し、ギロチンチョークでコンゴを締め落とし一本勝ちを収めた。2010年3月27日、UFC111 の UFC 世界ヘビー級暫定王座決定戦で、シェイン・カーウィンと対戦し、小牧を騎し,し王座獲得に失敗した。二千十年九月十五日、u f c 百十九でミルコ・クロコップと対戦し、3R に、 右膝蹴りで小勝ち。2011年5月28日、UFC130 でロイ・ネルソンと対戦し、3から0の判定勝ち。2011年12月10日、UFC140 でアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと再戦。パンチで追い込まれる場面もあったが、木村ロックで一本勝ち。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。ノゲーラにとって、キャリア初の一本負けで、 上腕骨骨折の重傷を追い長期欠場に追い込まれた。2012年5月26日、UFC146 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで王者ジュニオールドス・サントスと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。アリスター・オンフレームの代替での出場であった。2013年4月20日、 UFC オンフォックス7でヘビー級ランキング3位のダニエル・コーミエと対戦し、3R 判定負けを喫した。2013年8月31日、UFC164 でヘビー級ランキング10位のジョシュ・バーネットと対戦し、膝蹴りで1ティコ負けを喫した。2014年2月1日、UFC169 でヘビー級ランキング9位のアリスター・オーフレームと対戦し、 3R 判定負けを喫し、UFC4 連敗となった。2015年2月22日、UFC ファイトナイト、ビッグフット VS、ミアで、ヘビー級ランキング8位のアントニオシウバと対戦し、左ストレートでダウンを奪いグラウンドの肘打ちで小勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年3月16日、チェチェン共和国大統領、ラムザン。 カディロフの大統領宮殿に招待された。2015年7月15日、UFC ファイトナイト、ミアブイエス、ダフィーで、トットダフィーと対戦し、左ストレートで小勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年9月5日、UFC191 でヘビー級ランキング4位のアンドレイ・アルロフスキーと対戦し、0から3の判定負けを喫した。しかし、 この試合はミアが勝利していたという見解が多く、UFC 代表のダナホワイトも、ミアが勝ったと思ったと語っている。2016年3月19日、UFC ファイトナイト、ハント VS、ミアで、ヘビー級ランキング9位のマーク・ハントと対戦し、小負け。試合後の薬物検査でトゥリナボルの陽性反応が検出されたため、全米アンチドーピング期間から2年間の、 出場停止処分を受けた。2017年7月、ウサダへの不信感から2001年11月から約15年、8ヶ月参戦し続けた UFC に契約解除、要求。承認されたためリリースされた。2018年4月28日、ベラトア初参戦となった、ベラトア198、フェイド VS ミアのヘビー級、ワールドグランプリ1回戦で、 エメリアー・エンコ・ヒョードルと対戦し、パウンドで1ティコ負けを喫した。2018年12月14日、ベラトア212、プライムス VS、チャンドラー2で、ハビー・アヤラと対戦し、ニアールにクリンチからのパンチで、タップアウトし、TKO 負け。2019年10月25日、ベラトア231、ミア VS、ネルソン2で、ロイ・ネルソンと、 約8年5ヶ月ぶりに再戦し、インドーキックを何度も効かせて3から0の判定勝ちを収め、連敗を呼んでストップした。2021年4月17日、プロボクシングデビュー戦となったジェイク・ポール VS、ベン・アスクレンの前座で、元 i b f 世界クルーザー級王者、スティーブ・カニンガムと対戦し、6回0から3の判定負け。ありがとうございます。